コバッチみたいなタイプだと俺が作る差は合わないもんね。柔らかすぎてね。使い分けの中とかで楽しむ程度、うんうん、いや、バルバルあれ俺とか高橋輔とか普通の体格の人が目いっぱい気持ちよく曲げてバーンって反発力が最大化するように作ってんだけど、ハイローラーももう1段か2段パワーある人からするともう曲げた後戻ってこないうちにリリースポイントいっちゃうから、もっと飛ばせる差を、だから M とか MH の方が飛ぶじゃない、曲げられるから。そうですね、 MH がやっぱりなんていうのは、うん、ね、うん、自分の中では初速が違うもんね。いや、だから MH をコバッチから投げると ML ぐらい曲がってんだよね。 MH はみんな思いルアーを振り切るために投げてんだけど、実際は振り切れてない人が大半で、 MH 振り切れる人はまあブルブルのテスターいっぱいいるけど、普通の人振り切れないから。でも戸澤さんみたいなのバシャッとムチみたいな感じで飛ばすのもいいなと思う、うんうん、いや、でも戸澤さんの腕力すごいからね。そうですね。あの人一見細いんだけど、うん、恐ろしい手の力してるよ。いや、実際横でやってると、あれなんでその層で飛ぶのっていう飛距離を出すんで、普通の人あそこまで曲げらんないじゃん、反発力が出せない。まず理論的な話をすれば、竿が硬ければ硬いほどめちゃくちゃアキュラシーは出るようになります。その代わりこう振った円軌道の中でまっすぐ飛ぶラインはたった1点なんですね。だから指離す位置はもうコンマ00何秒のたった1点で離せないとそこに飛んでいかないです。だからとても難しい上級者向けロットです。だからもう何万時間やるから俺はその域に行きたいっていうんだったら、硬いロット、今かなり上手くてもっと冷たいって人は、硬いロット選んでもらったらと思います。で、硬いっていうのはどういうことかというと、もうこの辺も硬くてもいいし、あ、この辺硬いのは当たり前で、ティップもこの辺もしっかり硬いロットですね。で、これはあのネオンナイトってアピアで自分が作ってるロットなんですけど、そこまで硬くはないです。先調子だけど硬くないタイプのロットですね。例えば大野由紀くんなんかがやってるモアザンはとても硬くて、非常にこうアキュラシーが出しやすいロットだけど、頑張って鍛錬しないとものにならないよっていうロットです。続いて初心者中級者の人が、まあ、そこそこアキュラシー出したいとか、アキュラシーを身につけていきたいって時、おすすめなのはすげえ宣伝なんだけど、自分のタイプみたいな竿です。で、どういうことかっていうと、ここら辺までは結構硬いんだけど、ここら辺だけちょっとクニャクニャするロットですね。非常に入りがいいで、入りがいいんで、こういうバックハンドとかフォアハンド投げる時も、非常にタイミングがつかみやすいです。その代わり柔らかさ特有のこのピュンピュンやる時の動く幅はでかいんで、硬い竿に比べると足元にぶつかっちゃうとか、後ろのね壁にぶつからないために手をしっかり前出してここでさばくとか、そういうちょっといくつかのテクニックを覚えていかないといけないんですけど、でも竿先が柔らかいとどういうことが起きるかというと、このティップが入ってユンと戻っていく時に竿が柔らかいんで、この軌道がですね、ティップの軌道がより硬い竿より直線的になるんですね。最初に言った射出線をしっかりイメージしましょうっていうのは当然直線です。その直線に、理論上直線はありえないけど、直線に近い角度で、特にこのリリースポイントの辺は非常に直線に近いね。こっちだと、この差をこのために持ってきてる。この状態からこう行くわけですから、ロットがね、この直線に近い状態を作れるんで、ここで射出線と当てれば大体大外ししないラインが打ち出せるようになるんですね。なので自分はこういう差を初心者中級者の人に勧めてますし、まあ、上級者の人でも、まあ、トータル柔らかい方がバラしにくいとか、その他メリットもあるんで、こういう差をお勧めさせてもらっています。でも厳密に言えば、ここから極めてきてもっと強く、もっとピンにってなると、自分でも硬い方の竿、ナイトホークなんかを使ってたりしますので、ぜひ覚えて、あ、竿選びはちょっと大事です。村岡さん、なぜロングロットの方がショートロットより飛距離が出ると考えていますか？よく聞く遠心力というのはあまり関係して要素、関係してないかな、関係してない要素だと思っています。どのような要素がロングロットが優位になっているのと考えているのでしょうか？最終的に、飛距離が出るためにはルアーを指から離した瞬間に、ルアーに時速何キロ、まあ、秒速何メーターのスピードがかかってるかでほぼ決まると思ってます。で、その後、まあ、放出の回転とかで多少変わるけれども、基本的には離した瞬間の速度でほぼ決まるんですね。だからやっぱり飛ばす人は、ショートロットでも飛ばす人は、短いロットで飛ばし遠心力ながら振り切るスピードとか、そのタイミングしなりとかの全部体をうまく使って、パンと目いっぱい速度が上がった瞬間に指離して飛ばしていくのを覚えていく
と思いますし、ただ野球のボール投げるの考えてもらったら分かるんですけど、ここから手首だけでどんなに練習したって、多分肘で投げる人よりは飛ばないし、肘で投げる人がめちゃくちゃあの筋トレして、あ、筋トレはまあまあケースバイケースだけど、鍛錬してね、肘から下だけで投げる練習しても、多分、大きく振りかぶって手を目いっぱい使って投げる人には全く飛距離かなわないですよね。で、最終的に野球の選手のピッチャーとか外野手は大きく胸を開いて、一番大きな軌道でボールを放るっていうのは飛距離が一番出しやすいから、で、それは遠心力だと思うんですよね。で、ロットも同じように振り切れる範囲で、だから例えば、じゃあ遠心力が長さで決まるなら、10メーターのロットを用意して30フィート、30mmh とかをね、ブランジーノとかで作って投げたとしましょう。そうすると多分、俺ぐらいの筋力じゃ振り切れないんですよ。で、村越正海さんが15フィートのね、イソヒラロットをやってて、俺もダイヤのブースで触ったことあったんだけど、直感で思ったのは、あ、これは俺は多分向かい風の中で投げきれないと思いました。で、投げきれないってことは結局スピードが出せないんで、ルアに初速が乗らないから飛ばないわけですね。だから、あくまで振り切るってことは竿が目いっぱいしなるってことなんで、竿がしならせられる範囲で、その人の体格筋力に合った一番長い竿が一番飛ばせる竿なんです。で、それが俺の場合は10フィート台。で、まあ大体の男性はそれぐらい、10か11だと思いますね。で、12とかぐらいになると、それなりに手首が強いとか腕相撲強いとか、筋骨隆々なタイプの人じゃないと、12、13、14フィート台は多分振り切れないんで、飛距離が落ちてきます。だから、7フィート、8フィート、9フィート、10フィートって距離が、同じ人が使うと距離が上がってくるんですけど、今度長くなるとともに今度また飛距離が落ちてくる。その飛距離を、ロットの長さを使うのが大事かなと思いますかね。はい。で、最終的に、まあ、飛距離で言うと、もう本当にね、白地すずりのロングキャスターの YouTube 映像をひたすら見たら、飛距離とは何ぞやがよく分かってくるんで、あの人たちは、まあ、それこそ竿で言えば、11フィートぐらいの長さ、じゃあもうちょい、12フィート台の MH みたいな、もうちょい硬いかな。人によってはね、H みたいな竿を使うんですね。で、スピード出すために、硬い竿がいきなりバンってしならないんで、だいたい回転投法つって重りを振って、ブーンブーンって回してビューンって投げるんですけど、まあ、その間にどん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 加速させていって最後ね、目いっぱい最高速乗ったところで投げるっていう。で、その鍛錬、それはもうタイミングと相当やっぱ体振られるんで、体鍛えてないとねできないんで、飛距離投げる人たちのね、200メーター級ダルアーフィッシングマンの火じゃないんで、180とか200メーター飛ばすんで、あの人たちは。その辺を見るとね、よくわかりますね。はい。